エリナ・オブ・カスティルは、プランタージネット朝のイングランド国王エドワード1世の王妃。カスティリア・レオン王フェルナンド3世と、2番目の王妃である、ポンチュー・ジョハク、ジャンヌ・ド・ダンマルタンの娘。スペイン語名は、レオノール・デ・カスティリア。カスティリア・レオン国王アルフォンソ10世は、イボアニ、エドワード2世は4男である。1254年、カスティリア王国のシトブルゴスで、 王大使エドワードと成婚した。イングランド側にとっては、アキテーヌ公領の背後に控える、カスティー・リャレオ王国の力で、フランスがアキテーヌ領へ進行するのを牽制する目的があった。カスティー・リャレオ王国にとっても、フランスと国境をめぐる争いがあり、イングランドの助けを期待するところであった。1270年8月、第8回十字軍遠征へ向かう王大使に、 同行して、イングランドを出発、4年余りを国外で共に過ごす。王都の中は、極めて睦まじく、16人の子が生まれたが、成人したのはそのうち、マーガレット、エドワード2世位、エリザベスタ4人だった。1290年、王太子エドワードの婚約者であった、スコットランド女王マーガレットの海南子の追悼と、スコットランド王位の請求のために、 スコットランドへ向かう夫に従った。その途上、イングランドチューブリンカ近郊のハービーで病没した。王は直ちに旅を中断、王妃の内臓をリンカン寺院に埋葬し、防腐処置した遺体をウェストミンスター寺院へ埋葬すべく、ロンドンへ向かった。王は王妃の死を悲しみ、ロンドン到着までに葬列が止まった12カ所にエリナーを悼む、ゴシック式の十字棟。 エリナークロスを立てさせた。ゲディントン、ハーリングストーン、ウォルサムの3カ所に現存している。ありがとうございます。